皆さんこんばんは、ほなまるです。今日はですね、前に SHEIN で購入したものを紹介するっていう動画が2本上がってて、その時私はすっぴんで動画を撮っていたと思うんですけど、なんで今、まあ、あの時とこう見た目が違う私が出てきたかと言いますとですね、動画をあのあとメイク動画撮ったんですけど、あのパソコンでね編集を今してて、音声を後から撮ろうと思ったら、なんと なんて言えばいいの、あのマイクがどっかにしまってしまって、そのままどこに行ったか分かんなくなっちゃったのと、なんかイヤホンのマイクから音声撮ったらなんかとんでもないことになっちゃって撮り直しております。で、今回はそのあの時にやろうとしてた、その購入したものでメイクをしていくっていうのをやろうかなと思ってて、でその後に今日ねちょっと買い物行ってて、あの買ったものがあるので、それのまあこの顔面をね出しつつ紹介する動画も撮りたいし、まあいいかと思って今撮ってるんだけど、いや本当に最悪だったね。まあいいか、まあちょっとメイクをしていこうと思います。で、あれから1ヶ月ぐらい経ってるんで、1ヶ月は経ってるね。だから何を買ったかちょっと覚えてなくて、見ながらねメイクをしていこうかなと思いますよ。なんだったらあの日にさはなんかすげーとか言ってたけど、もうあれから何回か私はメイクをしてしまってるから、その感動もなくですよ。なんかいつかあの動画どうにか、なんかマイク見つかったらあれしたいなと思うけど、というわけでなんか雑談しながらメイクしていこうかなと思います。カラコンこれしかないわ。なんかさ、カラコンあるあるだけどさ、こういうさ、これあとの残りなんだけど、こういう感じになんない？私これはもう頼まないって決めてるから、サバ定食が3枚残った状態になってるわ。うん、メイクするか。これはアメンヌの化粧水です。敏感肌用のやつ。私は基本乳液とかつけずに化粧水だけつけます。カラコンは前も紹介している、これ なんていうカラコンの種類なんだか忘れちゃった、あの渡辺直美さんがプロデュースしてるやつ。じゃあメイクしながらいろいろ喋りながらやっていくか。最初このメイクボンド、あこれなんだっけ、あれコンシーラー、これめっちゃいい、あの使いやすい。でも肌荒れがすごいんだよな最近。ストレス溜まってんのかな。みんなってさ、大体さ何歳ぐらいからメイクし始めたのかな。私やっぱダンスやってると小2の終わりからダンス始めて、なんか化粧も髪染めたのもパーマをかけたのも小学生の時だったから、なんかあんまり抵抗なくというか、普通はどのタイミングでメイクしようってなるのかなと思って、私はもう強制的にメイクを、これはなんか適当に買った安いシェーディングを使ってます。適当、もう別にでかくないしいいかな。よし、ここまで来たら
それだね。なんか私の時代ギャルブームだったからさ、私のちょっと上でもないけど結構上からギャルブームでさ、ずっと私の時代はザ・ギャルのなんていうの、中間終わるちょい前ぐらいかなだったから、終わるちょい前でもないな、中間寄りの後期みたいな、伝わるかな、の時代だったから、なんかメイクしてる子も多かったし、メイクしてないとなんかダサみたいな風潮があったけど、なんか今の子ってみんなさ結構ナチュラルめだよね。やっぱうちらの時代ってすごかったからさ、そのギャルって黒ギャルだったからさ、私は黒ギャルじゃないけど、そう流行ってたのがポスカでさ白いライン引いてた時代だからさ、あの頃生きた女子高生とかはやっぱ派手な気がするよね、おとなしくなったとはいえ、今のその10代20代の子に比べちゃうと30代とか結構イケイケな人多いよ。てか私さ、シェーディング買ってるよね。あれどこに閉まっちゃってんだこれ。だからなんかわけわかんないの使っちゃったんだ。うわ失敗した、これ持ってんじゃんね。てかこういうの使おうと思ってメイクしてたのに、ほんとバカなんだけど、まあいいか、これチークの代わりに使おう。チークなんか使おう、もう全然つけないけど、つけとくか。これこの間のギフトのやつ、すごいなんかオレンジになっちゃうかも。まあいいか、ピンクよりかはマシか。えどうしようかな、この間グリーンでメイクしたからブラウンでやろうかな。わりかし普通じゃないけど普通のメイクに寄せようかな。まあ、とりあえず二重を作ります。これね、めっちゃいい、あの二重テープのやつ使ってるけど、今までのやつがね使えない、もう良さすぎて。なんか結構自然めな二重がね作れてね、前のやつはなんか太かったっていうのもあって、なんて説明しようかな、なんか成形した二重みたいな二重幅か、もう全然二重じゃない、あんま変わんないじゃんみたいなぐらいしかできなかったけど、これはサイズっていうか形も相まってすごいね、結構自然的な、化粧したら全然気にならないぐらいの二重の幅になる。で光るのもあんま感じないし、すごいね、本当にいいものに、なんかすごいさ光で飛んでるかな、まあ、いいか。これまあ、いっかってめっちゃ口癖なの。まあ、いっかって多分何回か動画でも言ってると思うけど、ほんとまあ、いっかとかどうにかなるとか、私の好きな言葉、座右の銘はケセラセラっていうどこの言葉だっけな、なるようになるって言葉が好
きでよく使っております。じゃあこのウォンカを使ってメイクしようかな。なんかめっちゃ適当人間なんだよね、ちっちゃい頃から。適当だし、ほんとど、なんでもいい、どうでもいい、あまりこだわりがなくて、ね、これあれだ、そうだ、なんか薄めのラメがないんだよな。どうしよう、薄ラメちゃんが欲しい。これ使おう、フラワーノーズのレトロマグネティックアイシャドウパッドチェリーラブ5番。これはね大好きでね、いろんなんかもうこれ廃盤になっちゃってると思うけど、すごい好きでね使ってるんですよ。グラデーションにするか、濃い色から端に入れていって、濃い色をね、目尻にガツッと入れて、ちょっとこう羽っぽくして、入れて、そしたらそれよりも気持ち太めな筆で、よいしょ、気持ち明るめの色を真ん中、黒目の上ぐらいから目尻にかけて入れる。するとある程度これこっちなんか取れてんな。なんかみんなから見た私ってなん、どんな感じの人に見えるんだろう。なんか別にそこすごい気になるわけじゃないけど、なんか自分が思ってる自分と違く映ってるのか、まあ自分が思ってる通りだと思ってもらえてるのかちょっと気になるな。なんか16パーソナリティ診断 MTBI 診断かは ISFP なんだけど、結構ね当たってるなって感じ。冒険家ってやつだった。なんかこんな見た目してさ、全然説得力ないの分かってるんだけど、私あんまりね目立つの好きじゃないんだよね何言ってんのって感じなの分かるんだけど、でこの最後にこの全体に向かって上からめっちゃラーメちゃんをこうやって入れると勝手にグラデーションになって、とてもいい感じになるのでおすすめでございます。私は前を強調したいので、こういうなんともわけわからない薄い筆でちょっと濃いめな色を、はい、と二重のここに入れる。さっきの筆でまたこの上からちょっとだけラミちゃんを入れてぼかす、じゃないとちょっとビジュアル系みたいなダブルラインになっちゃうからね。
そう、ISFP は、まあ、最初が I なだけあって、ちょっと、前に出て何かをするみたいなタイプではなく、とてもマイペースな人間。一回ここまで来たら一回眉毛を描きます。眉毛は私は先にこういうパウダーで眉頭を作って、そしたらカッターやつ、ペンシルで私のなくなってしまった眉毛を一回描きます。私は眉毛は結構ねしっかり可愛い、昔はめっちゃ細いのが好きだったけど、今はね結構しっかり描く方が好きなので、濃いめにしっかりと描いて、描いたらなんか平行ちょい下げぐらいにします。あの釣りっぽくしちゃうと本当にめっちゃ怖い顔になっちゃうから、ただこの眉マスカラで明るくして、さっきのこのケイトのやつで ここにノーズシャドウを少し入れます。くぼみを作って眉からつなげる。おしまい、眉毛。ほんならばアイラインを引いていきましょう。アイラインはあんまりこだわりはないので、気分でバッと引いて、引きました。なんか目のアップとかやった方がいいんだろうけど、そんなね、私なんか美容系目指してるわけじゃないからいいか。で、あの眉のこのリキッドの筆の方で下のラインをグリグリと書いてですね、でも下のラインもめっちゃあんまりこだわりはないんですね。くの字みたいに、なんか昔のやっぱギャルメイクの名残がねすごくありまして、でこの超気に入ってるエイリアンのやつで下のラインを描きます。これは涙袋というよりかはあのギャル特有の白いラインを意識しているだけなので、涙袋とかはあんまり興味がないです。もうほんとこういう感じになればいい白きゃ白いほどいいね、この感じで。でここまで来たらつけまつげだ。あ、これかも。この間親友ちゃんの結婚式に行ったんですよ。もうね、久々に、あ、私がその普段しているメイクなり服装なりは、あ、すごい、めっちゃ暖房、うちハムちゃん飼ってるから
暖房つけっぱなしにしてて音がすごいね。でも全てはハムの命のため。ルナがメインですから我が家は。ルナのために私たちが生かせていただいている。あ、そうそうそう。で、なんか服装とかさ、なんかマナーっていうか、その結婚式のマナーみたいな見てたんだけど、そもそも着る服が黒か割と派手な色じゃん。真っ黒ダメだしさ、で派手な色もよくないみたいな感じで、でカラコンもなんかあまり目立たない色みたいな。私今こんなヘビみたいになれるよとか言ってしてるけどさ、なんか心底ちょっと日本の、まあ、いわゆる普通の式とかに参列する上では向いていない人間なんだなって思って、ちょっとだよねってなった。ちなみに私は結婚式してないです。お母さんが気を利かせてくれて写真だけ結婚して割とすぐに撮りに行きましたけど、全然式もする気もなかったし、結婚もなんならする気がなかった。このさ、まつげさ、あんまりバサバサじゃないんだけど、すごい結構自然で、めっちゃ良かったからおすすめ。割と使いやすいと思う、いろんな人。なんか、品番っていうかあれを貼っておくね。これめっちゃいい。多分めっちゃ、なんか、万人受けって感じの良さ。あ、この、動画編集するの大変だろうな。結構長いよね。でも前のやつに比べたら、後で入れてるわけじゃないし、雑談メイクみたいな感じにしてると思うから。こういう感じだったら、まあたまには。マジでこれいいわ、このつけま。リピしよう。うん、ある程度メイクは完成というわけで、あとリップはね、この間これめっちゃ良くてさ、その前にこれをつけないと。ハリーポッターのやつ。よし。ていうか全然説明してないけど、まあ載せて置いてるから大丈夫か。この色さめっちゃ良くてさ、こういう色。うん、マジでいい、このリップ。なんか私結構顔がリップでの色で決まるタイプの人、みんなそうか。でもなんか顔がパッて決まる感じがする。はい、というわけで雑談をしながらメイクをしてみました。なんかこの間ね買ったシーンの
購入品で一応メイクをしてみたので、あとあれだね、これをいつもはシュシュシュって、うん、やって放置してみたいな感じ。これもめっちゃいい。確かにちょっとなんかよれづらい感じはするかなって感じです。私のSHEINでの購入品でメイクしてみた再撮りこんな感じです。イエーイ。でこのあとちょっと私は購入品の動画も撮らなきゃなんないし、それを開封する動画も撮らなきゃなんないから、ちょっと動画撮ってきます。皆さんSHEINでね購入した、ものを紹介している動画も上がってるので、それもぜひ見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画まで、バイバーイ。